はい。今回のスタート地点はですね、滝の下公園のね、駐車場からです。ぐるーっと回りますよ。はい、そうするとですね、右の方に桜島が見えてきますね。ここね、滝の下公園。思わぬ形でね、ここに、来たんですよ。それで、こう、まあ、今はちったのはですね、道の左側にですね、なんかこう、珍しい植物が、こう、あったんですよ。で、それに対する輪でした。それでですね、今日はですね、10月の10日。ちょっと待ってくださいね。で、時刻はですね、11時8分。で、秋探しじゃなくてですね、まあ、10月10日の、鹿児島の、秋風景っていうんですね、もう実際10月10日ですからね、秋ですからね、だから鹿児島の秋っていうのはこういうもんですよっていうところで、特別にですね、なんか、ザ・秋っていうようなね、風景があるわけじゃないんですよ。ですからまあ、ですから、まあこの動画を見て、ああ、鹿児島の10月10日ぐらいの、植物の、なんですかね、まあ紅葉とまではいかないんですけど、そういうのは、あ、こういうことかとか、ほんで左側にほら、これは何系？コスモスの仲間ですかね。それとほら、柿が今これぐらいの色づき具合ですね。という、そういうのをですね、見ていただければと思います。で、まあ、私がこう見たところですね。まあ、今の時期のこの辺り。まあ、中山とか、山田とかその辺りに位置するんですけども、稲みたいですがよ、稲。それで、昨日ぐらい、ここほら、もうありますけども、手前の方はもう刈ってあるでしょう。だから田植えがね、もう済んでるんですよね。いや、田植えじゃなかったの、あれが。稲刈りがですね、住んでるところもあるんですよ。ですから、私の友人からの情報によると、あ、ここ左に行きますから、まあ、鹿児島の稲刈りっていうのは大体が、早期米を別にするとですね、10月の10日ぐらいから始まるよっていうけど、一旦聞いたんですけど、なんか、まあ今日は体育の日で祭日なんですけど、ここあたりはよくこう3連休になる、なりやすいんじゃないですかね。少なくとも連休はあるみたいな感じでですよ。そうした時に、田植えも稲刈りもそうですけど、機械化はされてるんだけど、やっぱり人手が必要だっていうことで、そこに、かねてはこう、サラリーマンとしたりですよ。で、いわゆる会社勤めをしてる人なんかが、その日に、まあ、実家とか親戚のところに集まってきて、こう全員で、まあ、今だったら稲刈りに従事するとかですね、そういうことがこうあるんじゃないかなと思って。だから今日本当はですね、先週、から、姶良とか北薩とか、それから前から、まあ鹿児島でもあそこは丘の原かな、一色団地からこう下にこうずっと下がったところに、私も大好きなあれが、何件
原風景っていうんですかね、そういうようなあれが広がってるところがあったんですけど、あるんですけど、土建行こうか、ここは中山のあそこだから、あそこを通ってみましょうか。どっちからが近いけ、どこへ、川口ってとこあるんですよ、松本に行く途中で、そこを、光徳寺から降りたところですけどね、光徳寺からはこうよく行ってるから、今日はこう、あっちの方から新荒川橋ですかね、まあその辺りも最近はよく通るんだけど、あっちから行ってみましょうかね。ちょっとね、やっぱり風が強いだけにですね、あれですよ、涼しいを通り越して、私には肌寒いっていう感じですけどもね。あ、今んとこなんかもね、ちょっとね、カメラを、目ではですね、目をこう左にピッピッてこう左右に振ると、田園風景、あれですよ、こじんまりとした田園風景なんですけどもね、見えるんですけど、ちょっとねこう通り過ぎるだけだとちょっと物足りないかなっていう気もしますね。あっちの方ですね、今谷山方面っていうんですかね、南地区って言えばいいんですかね、こっちの方の、風景ですけども、吉野方面にも行きますからね、あっちの方もね、吉野川上ですね、意識やっぱあれですよ、編集とかですね、なんやからあるんですよ。はい、でだからちょっとあれなんだけども、でもほらさっき言ったみたいに、日をね1週間違わすとですね、田んぼがね終わってたりすりま、こう黄金色のですよ、風景がですね、この辺はねちょっとねそういう田んぼはねないみたい。それとあれですね、セイタカアワダチソウがだいぶ色づいてきましたね。荒平橋、新荒平橋ですね。どっか、もう一回もあそこの山田のあの辺を走ってみましょうかね、反対側から、いやこの後ですよ、あれかもしれんですね、今思っていたけど、思いついたっていうか気づいたけど、山田ってあの辺はやっぱり山の中の田んぼだったんでしょうね。山の中ってあの辺はまあある程度こうどういうけ盆地みたいになってんのかな、山と山の間にこう広がる田んぼっていうのは火事だったですよ、昨日おととい見た時ですね。ここを右行きますからね、それとですね、毎どの動画でも最近言うけど、今みたいな信号待ちを、カットしたノンストップスタイルのですね、あれを動画をお任せテレビじゃなくてあっちの、ジャパン鹿児島の方に上げておきますからね。あのね、見慣れるとですね、あ、無音動画なんですよ。音はつけてないんです。音をね、30分も、1時間もっていう動画にですね、音楽をつけるとですね、
逆にですね、そのね、風景がね、なんか価値がなくなってしまうみたい。ですから、音をつけないでね、私はよく見るんですよ。よく見るっていうか、皆さんのリスナーの方の身になってですね。そうするとですね、結構いいですよ。音なしで映像だけ見ると。で、それもちょっと大きめの映像、あれで見た方がいいかもしれんですね。それで、左ですね。あれですよ。じっと見てもいいし、それからもう、ちらちらっと見てもいいし、やっぱりなんか調べ物をするとかですね、いう時でもですね、なんかこう、私の場合ですけど、何もなくてこう、じっとその調べ物だけを集中するんじゃなくて、こう視野の視界のどっかにですね、なんか動くものがあるとですね、私の場合はですね、リラックスしてですね、結果ね、あれですよ、集中できるっていうあれですけどね、ここはまっすぐ行きますからね。ちなみに右側の方は、高徳寺中学校ですけど、ここもね、正面から撮れないんですよね。ほんでほら、その信号の右の方に、埼玉川立層が、5、6分、スーって立ってますでしょう。少しね、頭の部分が黄色くなってますよね。それはわかりますよね。そういえばこのルートはあんまり通ってないじゃないですか、今までね。高徳寺はよく利用するんですけども、高徳寺もですね、この住宅街、空が近いですよ。ほんで視界が広い、上を見た時ですね、どこに行くんだろう。いや今日は行かないけど、やっぱこう左側にこう道路があったみたいですけどね。ここを左行きますね。ここは右から来たことありましたね。スメレ幼稚園側から来たことありましたね。そしてここを右折ですね。ここは一旦停止ですね。そしてこの坂を左に降ります。さっきからこう周囲にチラチラっと目を光らしてる、光らしじゃないですね、目をこうあちこち見てるんですけども、あれでしょう、鹿児島の、今の10月1日ぐらいの、風景の中にそんなにこう秋を感じさせるものはないですよね。あ、柿が映りましたかね。今んとこ柿ぐらいです。そしてこのね、今走ってるここもね、10年ぐらい前はすげえこう山道って感じだったんですけど、広がってですね、少しこう蛇行する、これ蛇行してますけど、あれはね少なくなったんですよ。はい、ここですよ、ここ
ああ、今ちょうどほら、今日は、稲刈りだ。今日は旦那の稲刈りだっていうような感じ。ああ、いいですね。ここほら。ああ、もう前の方は済んでる。前の方はもう終わってますね。あれが、稲が干してあります。ここは、ああ、通り抜けはね、今ちょっとね、しないでください。農作業中のためって。だから、それはちょっと、やっぱり遠慮しましょうね。これはね、ルール。ルールだけど、よいしょ。まあ、分かってくださいね。ちょうどね、作業の邪魔になりますからね、今入れするとね。それじゃどうしようか。もう右に行きますね。後戻り。今の分かっていただけたでしょう。ちょうどね、稲刈りの最中だったですけども、あんな風にね、立て札が立ってましたから、実際そうだと思いますよ。特にほら、まあ今今日は雨は降らないみたいですけど、早く狩り終わらないと午後から雨になるみたいなのがあった時ですよ。車のこの、一般車両の離合とかそういうのなんかで機械を止めたいしおればですね、1年間ってまあ半年ぐらいかもしれないけど、その、苦労が水の泡になるわけですからね。まあ水の泡にはならんのか。まあ少々濡れたりしてもいいんでしょうけどもね。でもお任せテレビとしてはですね、そういうのはもうあれします。あれしますっていうか、まあ、これがまあ現状ですというですね、あれですよ。こういうところでやっぱ協力関係というのができるんでしょうね。やっぱりちょっと待ってくださいね。運転手、あそこあの辺りを通る人なんかもですよ。こう、意識しなくても、あ、ここ左ですね。田植えの頃とかですよ。それから稲が、実るまでああいう風になるまでっていうのに、こう目の端々にこう入ってですよ、自分では気づかないけど癒されたりしてると思いますからね。ここから先はねちょっとね田んぼ風景はなさそうですからね、とりあえずこの映像はここあたりでお開きにしたいと思います。はい、ありがとうございました。